どうも、元高田コーポレーションのおやきです。実際のおやきさん、昔渋谷のタワレコで見かけたことあります。そんなわけでですね、先ほど見ていただいた通り、自分が今使っております PC がですね、しばらく電源をつけるともう必ずもうバツンとブルースクリーンになるっていう仕様になってしまったんで、もう寿命かなっていうことで、これをですね、ちょっと新しいのに変えようかなと思います。そのためにですね、こちらの PC 周りの環境を一旦整理して、その物理的にその新たなパソコンを入れられるようにしたいと思います。今日はその、作業を淡々と見せるっていう、ただそれだけの動画です。そしてですね、こちらがですね、新たに買った PC でございます。もう清水寺の舞台から飛び降りて、よじ登ってまた飛び降りてぐらいの勢いで買ったやつですね。ちょっと PC の移行をしなきゃいけないんで、2つつけての作業になりますね。ただ怖いのは、データ移行してる最中に前の PC がブルースクリーンとかになったらもう地獄ですね。おう、わ、ミニマムサイズ。これが前まで使ってた PC で、こっちが新しい PC。 だいぶちっちゃくなったな。でもこっちは容量が内蔵してるので 2TB とかで、こっち 3TB も入るっぽいんですよね。動画編集してる身としては、データとか一旦全部この中に入れるんで、それありがたいんですよね。うわぁ、早速だいぶ限られてきたな。これがうちの配線事情になります。もういろんなコンセント差しまくってて、いろんなタコ足配線のうちの一つにさらにタコ足配線を重ねてますからね。さあ、これで、画面の方をつなげたと思うんで、これつければ PC がつくと思うんで、いきます。スイッチオン。あ、来た来た、 PC ついた。来た、 Windows 10起動しました。というわけで、新しい PC の方がついたんで、この前の PC のデータをこちらに移行したいんで、問題のこちらの方をつけていきたいと思います。はい、一応古い方の PC の方もつきました。まあこの後またブルーバックになるかどうかは分かんないですけども。はい、というわけでですね、あれからいろいろとやりまして、なんとかですね、新たな PC をつけて、新たな編集機材を導入するところまでなんとかこぎつけました。ただですね、この編集機材、自分が昔使ってたやつなんですけども、もう5、6年ぐらい触ってなくって、そこから久々に触ってみたところ、いろいろとバージョンアップしていて、今はこうやってなんとかこう画面映してる状態なんですけども、ちょっと前まではピンクと緑の斜線が入ってるような変な状態になったりとか、正直今現在もですね、ちょっと勝手が分からずにですね、四苦八苦してる段階でございます。テキストとかそういった出し方とかも本当分かんないですよ。もう本当はもう自分のポリシーとして、こういった画面とか映すときはなんかチンコとかそういった下ネタ入れたいんですけども、そういったもかなわずといった感じの状況でございます。まあそんな状況からですね、また一歩ずつ前進していきたいと思いますんで、ぜひとも皆さんよろしくお願いします。